先のボートレースを大村で行われましたスポーツ日本杯、まずは11連勝パーフェクト V、おめでとうございます。いやありがとうございます。今のお気持ち、ズバリいかがでしょうか。いや、雨がすごかったすごい天気の中でした、はい、そうですね、はい、さあレースを振り返りたいと思いますが、まず前傾ではちょっとターン周りに違和感があるというお話出てたようですけど。そうですね、まあそうやったんですけど、もうプロペラと本体やって、もう初日にはだいぶ良くなってましたね。最終的にはどんな船足で臨まれました。いや、もういい状態でしょ、はい、行き足から全部来てました。優勝戦は1号艇まくりさせてきた岡崎選手も2マートの手前で、しつこいですね、あのショーンとしつこかった。しつこかったですか。ストーカー行為です、あれ丘の上でしたら、もうしかしねじ伏せました。そうですね、良かったです。ドッシュはどんなことを思いながら走ってました。バカめ岡崎と思って後ろ見てました、まあ、今回のパーフェクト V 自身初のパーフェクト V となりましたけれども、はい、何かそれを達成したことによって心境的にこう変化とかありますか。あれと、いつも夜 の, あの嫁さんが買ってくる刺身が3点盛りが5点盛りに変わったぐらいです。よかったですね。あとは何も変わってないです。なるほど、はい、今後もじゃあ7点盛りも目指して。そうですね、ちょっと頑張ります。はい、さらに10月に大村で開催される SG ダービーへ向けても勝率大きくアップ。そうですね、それがでかかったですね。それが、うん、一番の目標やったんで、はい、いいとこまで、はい、上がったんで落とさないように頑張ります。はい、それでは最後にファンの皆様に向けまして一言、はい、ズバッとメッセージをお願いいたします。ズバッと、ズバッとこんな僕ですが地道に頑張っております。どうか皆さん応援のほどよろしくお願いします。